おはようございます、コウマです。久々のホテルですね。今回ですね、ちょっと何日間ホテルなんですけども、靴を、まあ、2種類、仕事用の靴と、そして動く回りの靴、そして服も3種類か4種類持ってきました。まあ、テーブルがあると思うんですけども、こちらには MacBook をセットしたり、手帳をセットしたり、イヤホンをセットしたりすることで、まあ、自分のスペースっていうのができますね。そして心を落ち着かせるって感じですね。で、梅雨に入りましたので、気になるのがちょっとこの髪型ですね。どうしてもですね、雨が多いと若干こう R がきつくなるので、それが非常に気になってました。YouTube の方でこう検索してですね、見たところ一つこちらを購入しました。まあ、ストレートヘアアイロンみたいな感じなんですけども、ちょっとこちらを何日間使ったので非常にいい感覚なんですね。ちょっとこちらを紹介したいと思います。ではスタート。はい、今回こちらの商品ですね、サロニアっていうんでしょうかね、ミニヘアですね。こちらまあ2種類かな、サイズがあって、小さい方のサイズを買ってます。パッケージにはですね、このような表記が書いてますね。 20mm 幅でしょうか。そしてこのようなパッケージでした。結構おしゃれなんですよね、このパッケージ。マックスが210度ってことですね。で、色が黒と白がありましたので、私は黒を購入しました。こちらは専用のこういうパッケージがついてますので、非常にいいですよね。こうやって、まあ、出張とか旅先でも非常に使いやすいかなと思います。全体はこのような感じですね。本当に棒状がストーンとなってですね。で、これが小さいサイズで、もう少し長めのタイプがありました。はい、こちらですね、まあ、センチはだいたい25センチか4センチくらいだと思います。結構この目分量が当たってる方なんで、自信があります。そしてこういう感じですね。そしてオープンするときにはこちらを下に下げると口が開きますね。こういう感じですね。非常にシンプルです。で、黒のままっと。コードの部分ですけども、根元ですね、これがこのように回転するので、コードがぐるぐる巻きつかなくて非常に考えられた設計になってますね。中をもう一度開けてみますね。こういう形状で、で、温度調整はこちらについています。温度はですね、こちらにメモリがついてまして、今オフですね、ちょっと見づらいですけども、そしてこれを回転すると今の音でオンになります。そしてまずは100度ですね。そしてずっと回転すると小さいメモリがあって、ここが180度、そしてマックスが210度というように、私はですね、今この180度くらいでちょうどいいかなとは思います。コンセントを入れてみますね。コンセントを入れて、こちらのメモリを180度にこうやって設定して、そしてこちら今赤く点灯してますけども、これが緑になったら使えますよということですね。もう一度切ってですね、
のぐらいで緑になるかチェックしましょう。はい、iPhone のストップウォッチを用意しまして、さあ始まりますね。39.24 ですね。まあ結構時間かかる方ですね。朝の慌ただしい時人にはちょっと早く着かないかなって思うでしょう。ちょっと一回消して今度210でやってみましょうか。ちょっとですね、アイロンがなかなか冷めないので、ちょっと髪型の気になるところをここですね、くるっとなってますね。ちょっと雨でやられるとこうなるんですね。そしてあとトップの方ですね、上の方も若干くるっとなってるので、この3箇所をちょっと試してみたいと思います。冷めたのちょっと先にやりましょうか。今度は210度ですね。多分39秒よりも時間がかかるかと思いますけど、やってみましょう。まあ、ちょっとずつやる方がいいかなと思います。本当にさーっとこんな感じです。少し掴んでさっとさっと、結構いい感じですね。そしてこっちの方も出口でやります。どうでしょうかね。結構まっすぐですね。そしてトップの方ですね、この辺も少しだけ自然に結構くるっとなってますよね。こういう感じですね。冷ましてからここロックするコンパクトです。そして入れるとセット完了ですね。持ち上がるも本当にできます。はい、どうでしょうか。結構すっきりしたと思うんですけども、結構この季節ですね、くるっとなるのは嫌な方が多いかと思いますね。一日こう雨の日は本当にちょっとテンションが下がることもあります。すごく気になったんですけども、このアイロンちょっと何日間4日ぐらい使ったんですけども、非常に快適に使ってます。まあ、気持ちもやっぱりすっきりしますよね。今回ですね、黒をちょっと私は選びましたけども、黒のアイテムが多いので黒を選びました。まあ、白いインテリアとか、あるいはその色を好んで、アイテムを揃えている方は白の方がいいかもしれません。こちらですね、本当に形状がシンプルなんですね。そしてコンパクト、このようなのは出張の時とか旅行の時とか、海外もそうですね。これ簡単に小さくなって持ち運びができますね。これ結構おすすめです。そして何といっても価格が安い、税込みでですね、3100円弱ぐらいだったんですね。非常にいいですよね。試すのにはちょうどいいかと思います。皆さんぜひ、店頭に行ってみてください。もしこの動画が良かったなということは、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。